こんにちは、ライフル射撃ラピッドファイアピストル吉岡大と申します。ライフル射撃、エアライフルの野畑美咲です。ライフル射撃エアライフルライフル三種製の岡田直也です。今回私が司会となって、お二人に質問をしてみたいと思います。では野畑さん、最初遠征前の必需品何持っていかはりますか？そうですね、ポットとかはケトルじゃなくてポット持っていくんですか？ケトル持ってきます。アルファ米を、現地で食べることが多いのでケトルは持っていきます。なるほどです。じゃあ岡田さんどうですか？私もアルファ米を持っていきます。現地についても日本食のご飯が食べたいのでそれを楽しみに持ってきます。なるほどです。